誰か私の名前を呼んだ？なんとパイモンちゃんと旅人じゃない。となるほど、新しい料理でも作ろうとしてるの？それならあまり変な料理は作らないでほしいかな。水煮魚は熱々ピリ辛で、どうの料理、そういうのじゃないって。料理は物でありながら独特な雰囲気があるでしょ。水煮魚を見つめると赤色とピリ辛が目と鼻を刺激する。つまりどう？エビ蒸し餃子は透き通っていて優雅な香りを漂わせてる。Shut up and take my money. ふぼくろ。まあ、あそこの人なら面白い答えが返ってくるかもね。ヒルチャールのお兄さんが病気になった。ヒルチャールのお兄さんが看病して。